皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は6月10日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。階段に座って雄三さんのアドバイスを聞いていた智子と同じく階段に座り米さんと話し込んでいた轟、鏡合わせのようにぴったりとはまる構図でしたね。雄三さんからいつも背中を押してもらっていた智子のように、轟もまた新しい道へ進んでいくという表現のように見えました。かつて退院した花岡に轟が入れたかつ、思ってもないことをのたまうな、ここには俺しかいない、虚勢を張ってどうする、これと同じようなセリフを米さんも口にしましたね。ただ私の前では強がる意味がない、そう言いたかっただけだ。花岡に惚れていた轟の言葉と似たセリフ、恋愛感情があるかどうかは分かりませんが、米さんから轟への好意を表しているのかもしれませんね。轟と米さんは恋仲とかではなく、バディとしてずっといてほしいな。男と女が仲いいとすぐに恋愛に結びつける、そういうものにも優しくノーを告げるドラマになってくれると嬉しい。智子があの日新聞で新憲法の記事を見て涙したのと同じく、米さんも胸を熱くしていたんでしょうね。カフェの壁に14条を書き写すその時、どんな気持ちだったんだろう。そういえば智子もノートに条文を書き写していましたね。今日は智子と再会することはなかったけれど、米さんと轟の生存を早く智子に伝えてあげたいよ。もちろん梅子さんたちにも。カフェの壁に書かれた日本国憲法14条、皆さんもう一度よく見てみてください。至るところから墨が滴り落ちています。米さんが流行る気持ちを抑えながらも心を震わせて書いた様子が伝わってきます。そしてホラー映画に出てきそうなおどろおどろしいオーラもわずかに醸し出しています。まさに戦争から生まれた新憲法という皮肉が表現されているようで、引き込まれてしまいます。轟が花岡を大切に思ってたことは知ってた。幼なじみの熱い友情だと思ったんだけど、愛により近かったんだね。米さんは人間の心の機微とか細やかな飛騨を見極める力があるんだな。やっぱり弁護士向きだよ。米さん頑張って。男らしさにこだわっていた轟だからこそ、花岡への気持ちに簡単に向き合えなかった。がんじがらめの情は女らしさにずっと苦しめられてきた米さんだからこそ解くことができた。そして男と女という従来の枠組みを超えた連帯が米さんと轟に生まれる。虎に翼だから描けたタッグがあまりにも美しくて震えた。轟の花岡への気持ち、自分でもわからないというのが一番リアルなのだろうなと想像する。だから一旦米さんに雪崩のように気持ちを吐き出させてもらえたのも良かったし、米さんの白黒つけたいわけじゃないというスタンスもすごく良かった。オープニングクレジットにしっかりとジェンダーセクシャリティ交渉の担当者のお名前がありましたね。ということは米さんの轟への指摘は友情を言い換えたものではなく、そのままの意味かと思います。それにしてもそのジャンルの専門家にきちんと取材して適当な描写でごまかさない姿勢は朝ドラの素晴らしいところだと思います。米さんの帰るぞというセリフ、マスターも亡くなって本当に一人になってしまった米さんにとって、帰るぞと言える相手がそばにいることがどれほど救いになるのかと思うと涙が出てきます。
花岡が轟にさえ夏子さんと結婚することや一時東京に戻ることを伝えていなかったのは、もしかしたら轟の気持ちに気がついていたからなのかな。幼なじみなのに花岡冷たいなぁと感じていたけど、そう思うと全てに納得できてしまう。とも子も米さんも轟もかつて花岡が座っていたベンチのスペースを開けて座り、誰もいないそこをじっと見つめる。いないけどいる、いたのにいない。僕たちにはどう映るのか、彼らにはどう見えているのか。とも子が聞いたカフェの人は亡くなりましたよという言葉、それは米さんではなくマスターでした。米さんの腕にも大きな火傷跡が残るほど壮絶な炎の中にいたことがわかります。マスターと一緒に行動していた米さんだけ生きているということは、もしかしたらマスターが命を懸けて助けてくれたのかもしれませんね。米さん、言い方がぶっきらぼうなのは変わりないんだけど、以前に比べて随分自分の気持ちや相手への思いやりを素直に話せるようになったな。マスターを亡くしたことが大きく関係しているのだろうし、何より法律相談を通じていろいろな人を救ってきたことがよく伝わったよ。花岡の訃報を伝える小橋、先週ずっと映されていた発芽部分は全くクローズアップされない。これまでコミカルな演出がされていた小橋から一転してシリアスな内容が伝えられる。その落差に恐ろしくリアリティを感じてしまった。ラストシーン、花岡のことを思いながら弁当を頬張る智子、おそらくそれは闇米なんだろう。しかし智子は食べる。法に準じた花岡の分まで自分は生きなければならない。そうだ、彼女は今彼と同じ裁判官になろうとしているのだから。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。